スリッパ卓球でバックハンド振りたいと思ったことあるんじゃないでしょうか。ないない。あります。今回はスリッパ卓球日本一の僕がスリッパでのバックハンドを解説したいと思います。やっていこう。ゴール。回転かかってる。スリッパ卓球バックハンドのコツなんですけど、まず基本スリッパ卓球ってこうペン持ちしてるんで、シェイクにバック打たれるなと思った瞬間にシェイクにパッと持ち替える。これが大事。このまんまこう僕触れないので持ち替えて打つ。でその時に打球するポイントとしてはスリッパのちょうど真ん中、ここが一番スリッパ弾むんで、持ち替えてここをめがけてしっかりと当ててあげます。で、バックスイングは飛んないです。フォロースルーがすごく大事なので、飛んできたボールに対してバックスイングを小さく取って、フォロースルーで大きく振ってあげる。で、こう下半身もすごく大事なので、下半身止まんないで、こうしてると絶対ボール安定しないので、来た瞬間に持ち替えて、下半身を固定させて、ちっちゃいバックスイングから大きく振ってあげる。この要領で飛んでいきます。以上でスリッパ卓球バックハンドの解説終わります。ありがとうございました。